この橋を渡って行くようですね。凍結してるっぽいけど大丈夫かな。あ、八分さんだ。あ、でも手前でもいいんだよ。あ、手前でもいいの？うん。あ、ここ？うん。この橋を渡って行くようですね。凍結してるっぽいけど大丈夫かな。この辺りは危ないですね。行っちゃいますよこれ。気をつけないと。ここにカウンターがあるのでポチッと。はい、それじゃあ行ってきます。皆さんおはようございます。プン山のおじさんの方です。前回の動画を見ていただいた方はご承知かと思いますが、実は自宅の階段で転んでしまって、大腿骨から落ちていって強打して、しばらく痛みが引かなかったのでずっと休んでたんですが、だいぶ痛みが引いてきたので家の周りから散歩するところから始めて、ようやく今日リハビリ参考できる状態になったんで歩いています。自宅周辺を散歩した時は足に違和感はなかったんですけど、山道を歩くことで違和感が出ることも十分考えられると思うので、その時はおとなしく引き返したいと思います。一応アップ山山頂付近の東屋でプンさんと会う予定なので、そこまでは行きたいと思うんですけど、とりあえず足と相談しながら歩いていきたいと思います。プンさんは猿岩方面のルート、なんていうんですかね、ルート名ちょっと分かんないですけど、アップ山目指して登ってくると思いますので落ち合おうと思います。それで僕が上りでこの山頂までの上り道状況を見て、プンさんが歩けるようなルートなら一緒にこっち側の道を、また僕はピストンみたいな感じで、まあ一緒に下ってくる予定でいますけど、一番最初に渡ったアイスバーンの橋が、プンさんは渡れるか不安ですね。今日はチェーンスパイクとかアイゼンとか持ってきてないので、あそこがプンさんが怖がらずに歩けるか問題になってきますね。ハップさん左方向みたいですね。分岐ですね。ハップさんに登るのが目的の方は大前山に直接行く行き方で行った方が早いようです。ちょっと天狗山方面、天狗山に寄ってきたいので右から行きます。凍ってんなこの辺。ちょっと2月末時点で雪は残ってますが、
歩く道のところは残ってますね。ちょっとテカってますね。気をつけていきたいと思います。プンさん大丈夫か。ちょっと気をつけないとこれはつるっといきますね。まあ下山時間にはもうちょっとアイスバーンが解消されてるといいんですけどね。やっぱりあの北斜面側、これ南斜面側はもう雪残ってないですけど、北側は気をつけないと危ないですね。もう少しで天狗山というところなんですが、ここまで歩いてきて足に違和感は出ないので、天狗山の先に小峰山っていう山があるので、ちょっとそこに顔を出してから八峰山方向に歩き直したいと思うので、そっちに進んでいこうと思います。まだ天狗山はもうちょっと上のようですね。どうやらここが天狗山のようです。天狗山です。さっき言ってたの小峰山なんですけど、さっきあの分岐みたいなところがあって、てっきり天狗山で分岐するのかと思ったんですけど、ちょっと天狗山の手前のさっきのところが分岐みたいなんで、来た道を戻って小峰山に向かいたいと思います。天狗山にはまた後で前戻ります。ここですね、この破線になってる方に進むと小峰山があると思うんで、30分ぐらいで着くと思うんで、ちょっと行ってみようかなと思います。プンさん待たせないようにある程度なタイムで戻ってこれたらなと思ってますが、進んでみます。結構一気に下るようですね。ちょうど今天狗山と小峰山のコルにあたる部分にいるみたいですね。登り返しがかなり傾斜がきついですね。見えてきましたね。はあ、これが三角点。小峰山到着です。なんかもうちょい先に景色いいとこあるようなことが書いてあったので、ちょっともうちょっとだけ先に進んでみます。小峰山から10分ぐらい先に来たところがこちら狛江の頭、ここですね。景色のいいとこって、この集落が見える感じもいいですよね。こっちは南斜面側が見えてるんで雪がもう見えないですね。やっぱ北側になると山に雪がかなり残ってますね。里の雪はもう溶けてるようです。それではプンさんが八峰山で待ってるので、そろそろ引き上げたいと思います。先ほどの小峰山に戻ってきました。さあ天狗山まで帰りましょう。天狗山戻ってきました。それじゃあ先に進みましょう。多少歩きづらい箇所もあったんですが、まあこれはでも十分プンさんでも歩ける道だと思うので、帰りはこのままだとこっちの道で帰ることになりそうです。ここからは鎖場が現れるみたいですね。気をつけます。この鎖は使わずに右側から回り込んで上がってきた方が楽です。いやー景色が最高ですね。ちょうど武甲山が雪にかかってますね。うっすらと武甲山雪がかってます。そして大前山到着しました。さっきのところが景色がいいのかと思ったら、むしろこっちの方が景色いいですね。武蔵展望台っていうんですね。いやいいね。僕はこのミナノアルプス女金峰コースから今来ましたけど、これ左に行くと江戸巡礼古道小道水抜きに行けるんですね。そしてここが札立峠です。札立峠
ふたたたけとうとう峠。この峠は昔からの巡礼道で、旅の僧の雨を祈らば観音を信ぜよとの教えにより、寿観露法部の札を立てたところから名付けられたと言われています。難しいですね、日本語って。それでは八部山進んでいきます。八部山まで、ね、そんなないと思います。結構登られてる方、すれ違う方もそこそこいますね。いや、看板見えてきました。八部山到着しました。はい。こんにちは。山頂には文さんいなかったんで、山頂踏んだ後に下の東屋みたいなとこで待ってるのか、もしくはまだ山頂に到達してないか、どうでしょう、いますかね。ちょっと行ってみます。東屋みたいなのが前に見えました。文さんは いるでしょうか。東屋ですが、いませんね。まだ山頂来てないですね。ちょっとじゃあここで休憩させてもらいます。大丈夫？こけた？